サちゃん、どうだった？走ってみて。私は一度ジェットレースをやめた。でも、リンと出会って、レースをして。楽しかった。本当に走ることが楽しかったんだ。でも、神田川杯を目指すならば、楽しいだけじゃダメなんだ。私は知っているんだ。どんなに手を伸ばしても届かないものがあるって。一人では届かないものも二人でならきっとつかめる。え？それがジェットレースだよ、イサちゃん。夢に向かって手を伸ばせば今の楽しさを失ってしまうかもしれない。私はミサちゃんと一緒ならずっとずっと楽しくレースできるって信じてる。リン、そうだよね。私も同じ気持ち。リンと一緒ならずっと楽しくレースができると思う。今日のことはすまなかった。二人で神田川杯優勝を目指そう。最高に楽しいレースをしよう。でござるな。二人ともありがとう。心配かけちゃってごめんね。ジェニファーたちは何もしてません。二人の絆パワーが勝利したのです。でも神田川杯では絶対に負けないでござる。優勝するのはエミリーたちでござるからな。ジェニファーたちの優勝への思いもあっちっち、ベリーベリーホットだからね。ああ、望むところだ。お互い頑張ろうね。めっちゃええ感じやわ。ランニングは体力作りの基礎。目指す目標があるんだろ。そうだけど、走り込むよりレースの練習をした方がいいんじゃないかなって。基礎体力はどんなスポーツでも大切だ。今日はとことん走り込むよ。そんな。もうダメ、一歩も動けない。やれやれ。お水いかがですか？え？驚かせてしまいましたでしょうか。私はこの神社の巫女、ミスダ祈りと申します。同じく自分の名は玉木風花と言います。はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。私は大泉さん。すまない、ありがとう。並木凛です。お水いただきます。凛。
だからお参りをしていこう。優勝できますように。それからお母さんが見つかりますように。え、お母さんってどういうこと？ごめんね、ミサちゃんはお姉さんのこと話してくれたのに。何度も話そうと思ったんだけどタイミングがわからなくて。いいよ、話したくなったらその時に聞かせて。いのりさん、ふうかさん、私たちそろそろ行きます。お水ありがとうございました。並木さん、もしよろしければ私たちと練習試合いたしませんか？え？つまりは自分たちもジェットレーザーということに他ならないのです。ですので、もしよろしければ何とぞ勝負を。もちろん、いいよね、リサちゃん。そうだな、やろう。お茶の水ひじり橋サーキット、鬱蒼としたジャングルと街並みが融合したコースです。自然が多く二酸化炭素削減にも一役買っている、地球に優しいコース。ミサちゃん、マシンの操縦は任せて。3、2、1、スタート。ミサちゃん、ミサちゃん、お参りの効果楽しみだね。神頼みもいいけれど、あくまで頑張るのは私たちなんだ。ああ、そんなの分かってるよ。ミサちゃんから申し出たんだから。あいつらなんかいい感じだな。私たちに負けてないということをこのレースでご覧いただきましょう。私は外さない。私の出番だ。まだまだ走り足りないよ。あれ、なんだかいつもよりスムーズに走れてる気がする。走り込みの成果だ。そうなんだ、ランニングってすごかったね。実感が出てくるとトレーニングも悪くないだろ。この二人と走ってるとめちゃくちゃ燃えるぜ。ミスターもそう思うだろ。この気持ちはひょっとすると私の出番。最初だ、私は外さない。私は外さない。
私は外せない。私の出番。ゴールだ！これは驚きました。思っていた以上の成績。すごい！1位になったよ。Z レーサーの夢に近づいたかな。お手合わせありがとうございます。長い人生の中で今のレースの時間はほんの一瞬。しかしこの身の内に宿る感動はこの先も長く自分の中に残ると確信できます。二人ともすごかったね。試合中は凄まじい気迫だった。お二方こそ素晴らしい走りでした。私たちの乾杯ですね。しかしながら不思議なことに負けても気持ちは爽やかなまま。お二人と試合して正解でした。何かが見えてきた気がします。互いに得るものがあってよかった。今回は勝てたけど大会では強敵になりそうだ。でも私たちだってもっともっと強くなるんだから、絶対に負けないよ。ああ、そうだね。目指せ神田川杯優勝。そうは問屋が下ろさないのだ。この声は腹ペコ黒丸ちゃんなのだ。違うのだ。満腹黒丸ちゃんは満腹黒丸ちゃんなのだ。今の試合拝見いたしました。かぐやさん、正直安心しました。その程度の走りでは私たちの相手にはなりません。わざわざそんなことを言いに。いいえ、神田川ジェットガールズ、これはあなたたちに対する宣戦布告です。神田川杯の優勝トロフィーは私たちドレスがいただきます。いただくのだ。私たちだって負けないよ。まだまだ練習が足りないならもっともっと練習すればいいだけだもん。せいぜい励むことね。言いたかったことは以上ですよ。黒丸、行きますわよ。行ってしまいました。素晴らしいライバル関係ですね。羨ましいです。まだまだ練習が足りないなら、もっともっと練習すればいい。リン、よく言った。明日からは体力作りに毎日ランニングだよ。え？いや、明日からじゃ遅い。今から走るよ、リン。情けない声を出さない。神田川杯で優勝だろ。はーい。なんか強なったみたいやで。
ミサちゃん、大変大変、事件だよ。どうしたの、そんなに慌てて。出たの出たの出たの。深呼吸して。落ち着いた。で、何が出たって。さっき職員室のテレビで見たの。神田川に神田郎が出たんだって。神田郎？ミサちゃん、神田郎知らないの？神田川に生息するっていう伝説のユーマだよ。で？でじゃなくて、ミサちゃん、神田郎を探しに行こうよ。ダメ、そんな時間があるなら筋トレしないと。神田川杯で優勝するんじゃないの？そっか、そうだよね。ああ、でも神田郎の可愛い姿見たかったな。神田郎って可愛いの？うん、伝説によるとすごく可愛くて、見かけると幸せになれるんだって。探しに行こう。え？別に神田郎を見たいわけじゃない。危険な生き物だったレースの邪魔になるかもしれないし、見つけて対処しなきゃ。急ごう。もう行くの？ちょっと待ってよ、ミサちゃん！全然見つからないな。諦めちゃダメ、神田郎はきっと近くにいるはず。あれ、朝女の子じゃん。もしかしてそっちも神田郎を探してる系？真夏さんにゆずさん。お前たちもか。当然、ユーマとかマジで天上げだよね。捕まえてうちらのペットにするんだ。な、ペットにするなんてダメだ。私が許さない。許さないって、別に神田郎は誰のものでもないっしょ。誰のものでもないなら、お前たちのものでもない。ミサちゃん、真夏さん、落ち着いて。ユズさん、どうしましょう。ふう、こうなったらあれっきゃないよね。神田郎をかけてジェットレースで勝負って感じ？望むところ、神田郎は誰にも渡さない。ミサちゃん。城に夜桜、そして川、これぞ風光明媚と言いますか。しかし繰り広げられるは熱い戦い。勝利は誰の手に？勝ちを得て見る夜桜は格別でしょうね。それを見られるのはたった一組なのだけれど。マシンの操縦は任せた。3、2、1、スタート。神田郎をペットにして持ち遊ぶな、そんなの絶対に許さない。ちょ、持ち遊ぶなんて言ってないっしょ。ペットにして可愛がりたいだけじゃん。まあまあ、二人とも落ち着いて。これが落ち着いていられるか。神田郎の自由のためにこの勝負、負けるわけにはいかない。マジになるのはいいけどさ。
当てても恨みっこなしだからね。必ず当てる。レースって楽しいね。ブーストするね。終わらせる。行く。後ろから来てる。私は外さない。必ず当てる。私は外さない。必ず当てる。行くよ。私の出番だ。えい。私は外さない。Z レーサーの夢に近づいたかな。